あそこから攻撃ごっこ。もう、血なまん臭くないの。光臭い。臭くないね、光ね。光って臭くなるから。あ、ごめん。ね。まあ、肉体みたいに光十分してできてたら別やけどって言われてないでしょ。光は腐らせさえもあるんだ。で、乾くときに、その、闇が腐らせるとは限らへんの。光が腐らせる場合もあるんですよ。科学的に。生化学的に。だって、それを置いといてね、その、MMO ね。アメリカの、コロラド州デンバーのね、ノディアーティスと違ってね。トラガっていうのはね。トリア！てか、黒サバもそうかな？黒サバもそうかな？マバタがね、本当に、リアルな 3D、レンデタンですよね。だって、まあ、パワーモバもそうっすけど、その、アイコンタイプと違ってね、3D アバターっていうのはね、お互いの顔ってのは合うが見ないよね。見えにくいね。アイコンタイプのね、MMO と違ってね。ですよ。と思うんだけど。恥ずかしいしね。まあ、プレイヤーのね、お国柄にもよるでしょうけど、相手の顔見るのは、ね、大丈夫かどうか。恥ずかしいね、結構ね。で、ノディアティスみたいなアイコンタイプなのね、もう。はっきりしてるのがね。ていうかね、アイコンタイプといえばむしろね、シミュレーションゲームとかで、例えばその、信長の野望とかでもね、信長の肖像がどうすかどっちタイプみんな影武者のね、生駒タイプの顔の方が好きでしょ。ね、例えば役所広司さんみたいな。役所広司さんはね、その、サンディーダンスで、ね、ブレイクしたけど、その前にね、信長の役、大河ドラマやってあるからね。あれ、生駒のイメージやね。生駒近政か。つまり戦場におった織田信長はことごとく影武者。織田信長本のね、その、西浦や。かじみの方の西浦家。金貸し。金貸し部門かな。まあ、税源金貸し。あとはもうね、薬草。うん。ゼゲンチンのね、金貸しの役所に、どっちもしますやんか。で、小田家がね、乗っ取られたんすよ、かじめの西浦家に。その西浦家に送り込んだ人物が小田信長。まあ、金借り取ったわけ、小田信長は、かじめから。はっ？そうだ、普通によくあるケースね。まあ、酒井みたいに機能しとったっていうのはね、教科書的に説明ですれば、かじめ。戦国大名に対して、金貸しをしていた。堺文家。堺知るんか、確かに。そういう説明は教科書的で分かりますけど。思っとられてたんだけど。信長に。なんで織田家はどこに行ってね。まあ、こっちはその拡大政策しとったから、信長に。だから金がいっぱい必要だったわけ。しかも、鳴子もね。中村よ中村中村や鳴子もね。話？じゃ、もう、鳴子もないですよ。中村屋なんですよ。知らんけど。海老蔵とかもいるの？いや、知らんよ。ちゃんと勉強しておきます。鳴子もありますよね。大須のね。生駒の、次女。次女って言うと、あ、中女。なんていうの？二番目の娘。真ん中の娘。鳴子も。それを手に入れたら、天下人っていう噂を、冷静家を流した。イコマクも冷静の一種やし、まあ、松井家もそうやけどね。松井八幡ってあるじゃん。松井春日か。なっちゃった。春日がなかったんだね。つまり、イコマ冷静っていうのは中富系の冷静家。で、まあ、うちの方の系統のお続きのね、冷静。もう、あれやった。家老やったわけ、イコマ。まあ、そういうの、実は裏があるわけね。裏の、
つかれます。で、北川地区も、まあ、全くを荘園にしていた、明治家は、その荘園主を、まあ、生駒に指定した。生駒を任命した。北川地区の荘園。それは中宮が隠れる場所。というか、藤原家たちが、国事、性的にね、セックス的にね、国事されませんか。藤原家たちが。で、もうボロボロになったら北川家に隠れとって。で、冷静しようよ、北川家。そういったこと NHK で、どこの先生かな、考えたの、どこやったっけ。恐怖の冷静しようよってね、行きましょうやんか。まあ、そんな番組やったり、NHK 教育ね。見たよ、最後。で、もう、ちょっと何も言えないんですわ、みたいな感じで。怖すぎて書けませんって。暴力団から圧力もあるんで、そんなんですよね。ほんまに貸したと、その教授は。そこの秘密を漏らしたいけない。そんなことをね、ゴニョゴニョおっしゃってた。まあね、そんなことはしなかったですね。ちょっとその、うち一応ね、小柄やね、意外とね、うちのキャラね、意外と小柄なんですよ。本日は見えなかったね。あれそんな小柄やった日本人って、もっと大きく見てたけどね。日本人女の子ね。意外と小柄やねん、なんか。小柄にも見える雰囲気やねん。なんか、シャクシャクが違うんじゃないかな。そのパロディーやからね。うちはめっちゃ小柄やからね。うち小柄に見えるんですよ、逆に。めっちゃ大柄やねん、うち。父の娘なんでね、めちゃでかいね、うち。175cm あります。でも、祖父はね、182cm あったんで。で、父も一番背高い時に180あったってさ。まあ、大王家やから、でかいね。1時間ね。で、まあ、それを言ってるんですね。意図的にでかいのは、努力するからね。普通はね、天使のようにね。そんな、かわいこちゃんボーカルじゃないからね、その一番。そんな、ぶつ飛ばれなくてもいいやんか。かわいこちゃん男子ボーカルじゃないからね、一番。普通のせいやな、ね。ね、大河っていうかね。で、イエスもチップ行ったけどね。イエスの能力失った。イエスタイプの人物って、しょぼいおっちゃんだね。おじちゃんみたいな、ちっちゃいおっちゃんだね。になり下がっちゃうんですよ。それが特別弱点だったんです。まあ、それは置いといてですね。男子の顔とか見てへんの、あんまり意外と。まあ、そのクレイアメは言わへんけどね。クレイアメちか、またアメは言わへんけどね。クレイアメ言うたらさ、ボディ容赦さんに言わへんけど。カスタマーズね、あ、さ、クレイアメとカスタマーズね、ちゃうね。どんどんどん。ババ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 バ対マンになるからですよ。こんなゲーマーな、女子同士対マンになりやすいのに。こんなもんなんて。男子同士やな。それは現実感出ます。でも、あれ、男性キャラが、ターゲット男子キャラが危なかったら別にそれは大きいんけどね。ターゲット男子がね、被ってもいないのに襲いかかってくるってちょっとね。学校でもちょっと遅いやつだね。はっ痛い。痛いね。マンコーって笑われるの、いや、一応念のためって書いてます、そいつら。恐ろしい敵に育たないのに、一応念のためって。あの子マンコーや。まあ、そんな感じで。楽しくゲームしてますからね。だからね、よくおしゃべりしてないけどね、アバターのお顔は知らなかったりするしね。まあどうする